名列車で行こう、ローカル線編。皆さんおはこんばんにちは。今回で第17回目です。いやー、ここまで来れたのは皆さんの、お前全然動画出てねえだろ。ちそうねー。では改めて、ここまで来れたのは皆様が応援してくださったからです。これからも僕たち一同をよろしくお願いいたします。では早速始めたいと思います。今回紹介する路線は、この路線だよー。名鉄蒲郡線でーす。今回は久しぶりの私鉄です。では、まずは歴史から。1920年12月、三河鉄道が、三河吉田駅から蒲郡駅間の免許を取得。1929年8月、三河鉄道により、三河吉田駅から三河鳥羽駅間が開業。1936年7月、三河鳥羽駅から三河鹿島駅間が開業。同年11月、三河鹿島駅から蒲郡駅間が開業し、全通。1937年3月、広石駅から蒲郡駅間に、竹谷駅開業。同年5月、竹谷駅から蒲郡駅間に江端駅開業。1941年6月、名古屋鉄道が三河鉄道を合併、三河線の一部となる。1943年2月、三河吉田駅から三河鳥羽駅間の、架線電圧を 1500V から 600V に高圧し、西尾線と直通運転開始。1944年宮崎口駅、須崎駅、竹谷駅、江端駅休止。1945年1月、三河地震により、三河鹿島駅付近の盛り土が崩壊。1946年10月、三河鳥羽駅から東はず駅間が、600V 電化。1947年4月、東はず駅から蒲郡駅間が、600V 電化。1948年5月、三河吉田駅から蒲郡駅間を、蒲郡線とする。1952年10月、須崎駅を移設、営業再開。この印写真は JR 三河塩津駅です。駅していた竹谷駅と江端駅を統合し、塩津駅開業。1959年7月、蒲郡線の架線電圧を 1500V に昇圧。三河線との直通に戻る。1960年3月、ダイヤ改正。西尾線の 1500V 昇圧により同線との直通運転再開。最高速度を55kmから70kmに引き上げ。55kmから70kmに引き上げだと、遅すぎだろ。大体な、俺なんて最高速度120kmだぞ。鉄道のくせに、自動車よりも遅いじゃねえか。いくら昔だと言っても、これは313系。加害者をバカにするのも、いい加減にせんか。話がしたいから、ちょっと本部まで来てもらおうか。そんなー。ちそうねー。では気を取り直して、同年11月、三河吉田駅を、吉良吉田駅に改称。1968年5月、ダイヤ改正、曲線改良に伴いスピードアップ。同年10月、広石駅と塩津駅を統合し、蒲郡協定場前駅開業。1969年7月、ダイヤ改正、レール重機乗車。最高速度を 95kmに引き上げ、1970年2月、復線化のための鉄道施設の計画変更許可受領。同年10月、休止中の宮崎口駅廃止。1971年1月、片原駅から三河鹿島駅間の一部を高架化。同年9月、蒲郡駅高架化工事のため同駅が仮駅に移転。蒲郡駅から蒲郡駅間を休止しバス代行運転開始。1972年3月、蒲郡駅高架化、蒲郡駅から蒲郡駅間運行再開。蒲郡駅と代行バス廃止。1974年10月、愛知子どもの国開園に伴い、最寄り駅として須崎駅を再び移設。1976年10月、須崎駅を、
子供の国駅に改称。1992年11月、ダイヤ博士改正、特急列車にそれまでの7000系、7700系白帯車に加えて、8800系が使用されるようになる。休日昼間の特急が廃止され、平日、休日ともに1往復の運転となる。1997年12月、名鉄、箕浦社長の定例記者会見で、不採算路線の整理、統廃合を、関係自治体と協議したい旨の発言。対象路線に蒲郡線が含まれるが、後に回避。1998年4月、ダイヤ改正、一部を除いて急行の西尾駅以南直通運転を廃止。同年6月、全線でワンマン運転開始。200年、元へ、2000年11月、蒲郡協定場前駅から、蒲郡駅観光化化。2005年1月、ダイヤ博士改正、蒲郡線内の特急、急行廃止。同年12月、名鉄の要請により、名鉄西尾、蒲郡線対策協議会が設立。2007年3月、西尾線福知駅から、蒲郡協定場前駅の各駅で、サイクルトレインを5月31日まで試験運用。2008年6月、ダイヤ改正、ワンマン運転区間が蒲郡線内のみに出張。2009年10月、2000系が団体列車として、初めて入線。それでは、路線について紹介します。蒲郡線は、愛知県西尾市の吉良吉田駅から、同県蒲郡市の蒲郡駅までを結ぶ、名古屋鉄道の鉄道路線である。営業キロは、17.6km、駅数は10駅。主な駅に、吉良吉田駅、西浦駅、蒲郡駅がある。全線が電化されており、単線である。使用車両は、全車両が6000系ワンマン車である。毎度おなじみ。路線の名、要素を紹介します。蒲郡線は、何度も廃止対象路線になっているのに、今も元気に走っています。それはなぜか、そう、蒲郡自治体のおかげなのである。この自治体は、最強なのです。蒲郡線の存続の危機を救っているほか、愛知子どもの国が廃園の危機に陥った時、取り壊す業者が決まっていたにもかかわらず、存続させたのです。蒲郡自治体あっぱれです。ぜひ、蒲郡線を利用して、子どもの国に遊びに行ってはいかがですか。それでは、沿線の観光スポットを紹介したいと思います。蒲郡は、温泉で有名です。吉良吉田駅が最寄りの吉良温泉、片原駅が最寄りの片原温泉、西浦駅が最寄りの西浦温泉。温泉の他に、三河湾に沿っているこの路線は、海水浴場がたくさんあります。他にも、蒲郡協定場前駅が最寄りの蒲郡協定場、子供の国駅が最寄りの愛知子供の国など、ローカル線ながら、数々の観光スポットがあります。東京や大阪からでも、東海道新幹線、東海道本線を使い、アクセスも便利なので、ぜひ来てみてはいかがですか。今回はこの辺で終わりたいと思います。時間の都合上、鉄道ナンバーワングランプリはお休みさせていただきます。ここで大事なお知らせがあります。なんと、チャンネル創設4ヶ月にもかかわらず、チャンネル登録者数が、100人を突破しました。まだまだなチャンネルではありますが、皆様のコメント、視聴回数が僕たちの励みとなります。これからも僕たち一同をよろしくお願いいたします。そしてもう一つ、うぷ主からのお知らせです。なんと、名列車の作成者の、サブチャンネルが開設いたしました。サブチャンネルでは、主にゲーム実況を出していきます。そちらのチャンネル登録もぜひお願いします。URL は概要欄に貼っておきます。お知らせは以上です。次回の動画もお楽しみに。We'll be right back.